はい、皆さんこんにちは、吉田なりまさです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。はい、今日ご紹介するのはこちらですね、バシン。はい、明治さんのですね、明治ホワイトチョコレートでございます。はい、定番のですね、我々が、40代の我々ですらですね、もう子供の頃からあったですね、ロングロングセラーのですね、チョコレートでございます。今更これをね、レビューするというね、この素晴らしさ。スーパーさんで購入すると100円はいたしません。80円台でですね、購入されること、受け合いでございます。はい、言葉の使い方間違っておりますね。はい。最初に折ってきますね。確実にこの、線に沿って一口サイズに折りまして、開けまして、食べます。ホワイトチョコ。ホワイトチョコですね。なんかチーズみたいですね。うん。まあ、ホワイトチョコ。昔ちょっとね、ホワイトチョコは、苦手までいかないですけども、なんかあんまりチョイスしなかった時代がありましたけどもね。なんか、チョコレートやっぱ黒だろうみたいなね、感じがありましたけどもね。なんか一歩、すごく自己主張してる。あっちって感じでなんか刺してますね。てか、アンテナ携帯アンテナ電波拾ってんのかなこれね。いただきます。うん。電波拾っただけで今のがうまかったです。なんてことはないんですけども、なかなかね、定番商品美味しかったでございます。4つ差し上げたいと思います。ということで、今日ご紹介したですね、明治さんの、ホワイトチョコレートでございました。ありがとうございました。